潟県に入りました。じゃーん、入りましたね、新潟県。なんかすごくうるさい人が後ろにいます。待ちきれない龍、辰年だよ、辰年がもうすぐ来るから。わーすごい、じゃあついに雪が降り始めました。ナイス。はい、新潟県に着きました、はい、後ろに見えるのは苗場スキー場です。あの有名な、うん、もうキラッキラでしょ。ユーミンの聖地。そうなん、そう、もうここでもうユーミンが歌い狂うのよ。あ、もう世代違うから全然わかりません。そう、本当はね、もっとさ、新潟県の海の方まで行こうかなと思ってたんだよ ね、はい、そうですね。なんか魚とか食べたかったんですけど、うん、たださっき実は車、うん、タイヤがね雪に止まれたりして、そうっすね、ちょっと危ないなと思ったんで、スタッドレス空いてるんですけどダメでしたね、うん、なんでちょっと戻ろうと思います。はい、もうこのキラキラの夜景が折り返し地点で見れたんで、うん、こっからはちょっと一回戻って、うん、初日の出を、そうだね、はい、いい場所見つけられていいね。そうね、うん、うん、なのでお楽しみに。はい、はい、普通に気づいた。ゴミだって言ったよ。一瞬、一瞬あれはあった。なんで前に行く。置いてかれた。今大パニックなんだけど私。いや全然パニック感なかった。一瞬で見つけてたじゃん。秒で見つかったよ。まず私、うん、張ってみた瞬間に。うん、置いてかれたと思って。で、でもそんなこと中村がするはずがないと思って、うん、冷静になったの。したらいたの。ここより凍ってるかもしれない。新潟より凍ってるだろ。山の中だったからね。まだ多分ここの神社は今睡眠中だね。すごい、すっかり朝のうちに初詣ができたっていうか。そうですね、うん、まあ、ちょうどよかったんじゃないですか。こうなりってね、まあ、2024年はい、始まりましたね。じゃあ初詣で、ね、まあ、ちょっと臨時休場、ちょっと見てみよう。おいっす。この雪感。あ、やばい、やばい、音がやばい。うん。寒すぎる。過酷だよ。風がビュービューだよね。見れたらいいっすね。寒
寒すぎるね。寒すぎる、うん、場所的には最高にいいんだけど、うん、いかんせん寒すぎる。やばいやばいやばい、一回戻りましょう。なんでそんな揺れてんの。いや、もう縛りおはよう。おはよう。なんか命がけなんだけど。さすがアディスペックアイズさん。いや、もうなんかちょっとここに太陽が上がりそうなわけですよ。上がりそうだね、でもね。まだ時間あんだけどね。この通り、もう雪まみれの命がけなんです。そうです。この中にちっちゃいね、氷なのかわかんないやつがもうずっと入ってきてる。ああ。じゃあね、メガネ正解かもね、コウスケさんで。まあ、私見えないからさ。見えないからメガネしてるだけだけど、それでも眼球にパウダリーなものがうわーすごい入ってくる。やばい。さあ、これ腰で天気お姉さんみたいな感じになってるね。はい、あ、明けましておめでとうございます。箱だろうな。左右が全く鮮やかしてまいりました。辰年、一体どんな年になるでしょうか。楽しみです。なんかでっかいのが来た。なんだこの傭兵みたいな。なんかさ、いや、こっち向いて。これでほら、ご時だとすごいなんかレポーターみたいな。過酷ですね。過酷。背景雪山っすよ、ね。これさ、うん、下に降りてる人もいる、うん、下も行ってみようか。行ってみます。ちょっともうなんかこうなったらどうにでもなれって。ちょっとさ、ここじゃなくてもいい気もしてきたから、うん、ちょっと移動してみよう、うん、やばいよ。